ベッタベタだ。もういっぺん水浴びしてくるわ。何度言われてもやりません。お前マジで気合い入っとったとぞ。その時の私はどうかしとったとです。忘れてください。できるかんなこと。ぶっ殺すぞ。これ以上の議論は無駄です。もう私からは言うことはないので、隣隊だけ怒鳴ってください。あーざけんなんやろ。止めろよ。止めろって。聞いてきます。さくらさん、用があるなら早く行ってください。あれ、お星さまが呼んでる。お空見てくるね。さくらちゃん、まだリリーのこと思い出せない？あなたいくつ？リリーは永遠の12歳だよ。マジカルだよ。やかよね、あなた可愛いし。頭につけてたその星も。そうだよ、前にもこの星とリリーの笑った顔可愛いって言ってくれたんだよ。リリーもアイドルしてるさくらちゃん大好きだし、すっごい可愛いと思う。どう？私がこれつけて本当に可愛いか？つける場所が違うよ。可愛い子はどこにつけても可愛いと。でも私は可愛くしようとすればするほど可愛くなくなる。なぜなら持ってないで。何度言わせる気？私はアイドルなんてやらない。そろそろお座敷のお時間でありんすな。さくらは都一番の花魁。ハイリッス。あれ、おりさん。あのバカどこ行ったとか。困りんしたな。ワンコロのやつ何やってたんだ。さくらさんがあんなことになってるなんてロメロちゃんには分かりませんよ。ああ、わあ、なんで大勢でお出迎えなんじゃい。みんなあやん言うけど、これでいいとよ。私なんかいたらきっとろくなことにならん。小学校3年生の学芸会、私は主役に選ばれた。小学生には難易度の高い演目やったけど、毎日毎日夜遅くまで練習して、一度のミスもなく最後まで通せるようになった。けど本番当日、予防接種受けてたにもかかわらず、おたふく風邪にかかり学芸会は欠席。嫌な思い出。4年生の運動会、私はリレー選手に選ばれた。毎日毎日夜遅くまで練習して、学年トップのタイムを出せるようになった。けど本番当日、入場中に突然の肉離れに襲われ、出場を辞退。私はその後もリベンジのため練習を続け、5年生6年生とリレー選手になった。バッテン、その度に入場中の肉離れに襲われた。嫌な思い出だ。中学1年の夏、私は高校受験に向けて動き始めた。それまでの不運な人生を払拭すべく、県内屈指の名門校を目指した私は、それまで大好きだった歌番組、ドラマ、友達との時間、その他一切を断ち、
中学校生活の全てを勉強に費やした。結果本番直前の模試は A 判定だった。なのに入試当日、万全を期して前日から会場近くのホテルに泊まった私は、会場へ向かう途中、なぜか具合の悪いおばあちゃんに立て続けに遭遇した。開始ギリギリに到着できたものの、冷静さを欠いたまま試験に臨み、ミスを連発。志望校へ行くことはできなかった。嫌な思い出だ。嫌なことばっか思い出す。みんながバカなこと言うけん。いくらあの子が本物の水野愛だとしても、私がアイドルなんかなれるわけなか。帰宅部ってもったいないやない？あんた、スポーツとか体を動かすの得意やったやん。そういうのもう言いとって。頑張るだけ無駄やし。え？やればやるほど悪い方に転がるけんさ。持ってないっちゃん私。後悔繰り返すとかバカやろ。失敗とか後悔とかを全然ダメなことだと思ってないからですかね。それって絶対次につながることですし、そういうのを全部踏み越えた先に誰にも負けない私がいると思ってるので。後悔とかを全然ダメなことだと思ってないからです。私だって頑張ったとよ。今度こそっていうところで事故に遭って、挙句の果てにゾンビってな。マットランにも程がある。おい、こんな時間にどうした？逮捕か？逮捕しちゃうか？家出か？彼氏と喧嘩か？青春か？もう、とやんでんいい。うん、とりあえず、小判まで。きくーまた出たー今お前がいるべき場所は、ここではないはずだぞ。源さくら。